沖縄戦など犠牲者の名前を刻む平和の石柱に二百九十六人の広島県出身者が追加されました。追加の人数としては過去最多で、大半が戦艦大和関連の乗組員です。沖縄県の平和記念公園にある平和の石柱、毎年六月二十三日の慰霊の日に合わせ新たに判明した沖縄戦など犠牲者の名前が刻まれており。 今日追加の国名板が設置されました。今年は15の県の365人が追加され、296人が広島県出身者です。広島県によると追加人数としては過去最多で、うち295人は1945年4月に鹿児島県沖で撃沈された戦艦山門関連の乗組員です。今年の追加で。 平和の一時に刻まれた全国の犠牲者の名前は24万2000人余りとなりました。